ことです。あ、どうも。待ってますか。はい、欲のないマスクがユニフォームを着てどれだけ欲深くなってるか。いや、やっぱり言葉とはまた違う思いは、ユニフォームでキャンプ入るから多少は違う思いがどんな欲があるんですか。それはやっぱり勝ちたいとか、はい、まあ、あと準備はもうやってるわけですけど、キャンプで、まあ、それは全てだからね。え、だからどうですか、順調ですか。まあ、とりあえず順調です。ただ順調に来てるかって選手がね、みんなが見つけた部分を残せるっていうのはまたできない。ただやっぱスリベットをしてないと、なかなか見にくいっていうのもあるんで、やっぱどうしてもそういう。今年いいかもしれない。去年はね、すごく疲れたような。あ、いい、大丈夫、大丈夫。去年はやっぱり不安ばっかだった。で、前回の監督から入って、その前の年の状況からこういう風に言って、監督を引き受けて、やっぱりそういう意味で、自分の気持ちを今でも僕は当然あるんだけど、そういう思いの、ね、どうしてもその不安の、どんな雰囲気が出たのかもしれない。すごい辛そうですよ。ただそれはその周りの人じゃないと分かんないし、自分自身で。でも今年はなんかいい顔してます。いやいや、本当に本当に。なんかこう、ある程度こう自信がある。まあでも、やっぱり去年1年間、久しぶりに戦って、厳しい戦いだったと思うんだけど、やっぱりその選手たちの躍動する姿を見れば、今年にもっと期待したいなっていう思いもすごくあるんで、そういう意味でその戦いが始まってる前だから、そういう雰囲気でやると思うんだけど、これがペナントレース始まって戦いが始まったら、そうもいかないかもしれないなと。ピッチャーは誰か目星は立ちそうな選手は出ました。いや、まあ、今までいた既存の選手、今ピッチャーに加えて、ソフトバンクから五十嵐と、日本ハムから高梨が、あれ、やっぱどうしてもその選択っていうところが去年の課題でもあったので、まあ、そこまで出てなくて。新しい外人陣をしっかり選抜で、まあ、そこは少し期待してます。楽しみかなって。今頑張ってる、ここで一番頑張ってるなっていう若手一人は欲しい。若手、まあ、みんな頑張ってるからそういう意味で。いや、本当だもん。本当なんだもん。その中で、でもそれってやっぱりちょっと偏りができたじゃない、まあ、ね、自分が期待してる人と、もちろんみんな期待してるけど、期待してる度合いが違ってくると、どうしてもその人がこう頑張ってるように見えちゃうっていうのは。いや、バッピーの選手でも。それは最初前だろう。そうですか。いや、それはちょっとよく投げてるよとか言って。コーチはよく投げてるよね。そうですよね。今はコーチの方が勝ってる。今ランチ時場でベテラン4人が本体のバッティングとはまた違うバッティングをしてるから、その時に、ね、投げてないなって思って、みんなで感覚を受け取って、本当は俺も手伝って投げないといけないんだけど、やっぱピッチャーですよ、まだ肩ができてないから、一生できないですよ、もう。チーズまだまだできないかもしれないけど、すみません、練習で。あ、いえ、とんでもない。ありがとうございます。頑張ってください。はい。